失礼します。あ、真央ちゃん本物だ一郎さん、ご無沙汰です。元気？元気です。うわー嬉しいわよろしくお願いします。もう12年ぶりです。12年？はい、もう12年前も僕おじさんって聞いてたけど、もう、はい、おじいちゃんやね。いや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 、全然お変わりなくこれ真央ちゃん用にありがとうございます。今日なんか一郎さんとキャッチボールができるってお聞きしてたんですけど、やるんだよ。できるんですか？やるんだよ私本当にもう人生で投げるのはもう本当に、今、はい、はめてるグラブは反対じゃないかな。あ、こっちですか？あれ、私右利きなんですけど。そうでしょ、右利きの人は左にグラブをはめるんだけどね、こうやって。あ、そうなんですね。 今こうしてたよね。はいこっちですか？こうしてたよね。こうすると左で投げることになる。はい、あ、え、取るのは左で取るんですか？ってことは右利きの人は左で取ります。そうなんですか？そもそも入んなかったでしょ今。入んない。こうやってやってたけど。そうですよね、今入りましたいや、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、ボールの握り方知ってる？こうですね。そう、こんな感じかな。はい、これで投げると投げる。じゃあやってみようか。はい、すごい、お願いします真央ちゃんとキャッチボールするの俺結構重いんですよね。では行きます。はい、ほい。ああでもやっぱ上手だね。キャッチが難しいんですよ。そうか、キャッチの方が難しいか。キャッチが難しいですね。ボールに向かっていかないで、ボールをこう吸い込む感じ。あー、ボールがこう、はい、自分の方にこう寄ってくる感じのイメージで取ると、はい、ああ飲み込み早いよね。もう投げるのはもう完璧だもんね。世界一の人ですから。一郎さんに言われたら大変です。あ、音がすごい良くなってきた。これパチンって言ったら気持ちいいんだよね。始球式やる？もうやらなきゃしょうがないでしょこれ。できそうですね。じゃあやってみようか。はい。僕じゃあキャッチャーの役ありますね。結構下目に投げるってことですよ。もうちょっと離れたいですけどね。本格的な距離でやってみます。さすがねなんか一郎さんに当たりそうで怖いです。いや僕そんなに下手じゃないです僕もそこそこ野球やってるんで。いきます。おー参りました。さすがです。緊張しました。佐藤、止まっている暇なんて1秒だってない。ナイスバッティング。ようこそ疲れに負けない毎日へ。ユンケル投入。佐藤、止まっている暇なんて1秒だってない。ナイスバッティング。ようこそ、もう一本。疲れに負けない毎日へ。ユンケル投入。